お疲れ様でした。村上佳菜子選手です。村上選手らしい素敵な笑顔が見えましたが、どうでしたか今日は。意外とすごい緊張していて、気持ちよりも体がすごく緊張していたので、どうなるかなと思ったんですけど、でもまあ、うまくまとめたかなと思います。その緊張がほぐれたのはどのあたりだったんでしょうか。最後のだったんですけど、でも最初の3走決まった時に少し落ち着きました。終わった後、山田真知子コーチとはどんな話をしてたんですか。やっぱりフリップがちょっと跳ねてしまったので、あれがちょっとダメだったねって言ってて、でそしたらやっぱりあまり自分が好んでる点数は出なかったので、まあ、でも次に課題がたくさん見つかってすごく良かったと思います。今日は20歳の誕生日ですが、どうでしょう、誕生日としては今日の滑りどうでしたか。そうですね、まあ、悪くはなかったと思うんですけど、まあ、今できる自分のベストではなかったので、ちょっと悔しいところもあるんですけど、まだ明日もあるので頑張りたいと思います。では明日のフリーも含めてオペラ座の怪人完結ということになると思います。明日への意気込みを聞かせてください。今日はすごくしっとり踊ったと思うので、明日は力強いファントムの一面を見せれるようにして、2つでオペラ座の怪人ができるようにしたいなと思います。どうもありがとうございました。明日も頑張ってください。はい、ありがとうございました。